おらくネギ、ジュンジュンいらっしゃいね。ジャイコ、グッチ、シカバナルトリー、アーモンドコーヒー、タクボーいらっしゃいね。ミーいらっしゃい。ユーもいらっしゃいね。コン、ラッパのマーク、ギッチいらっしゃい。ブラックいらっしゃいね。ザトール、コブタのホイミ、ランラン、ギンジ、イコマちゃん、リュウセツ、ケンボーいらっしゃい。カズッチ、マナいらっしゃいね。ライトもいらっしゃい。ユーリもいらっしゃいね。ってことで、アーテンコーソーセス、どもどもの、ケリーいらっしゃい。あ、バッキーいらっしゃい。まあみんなね、ありがとうございますね。はい。イブいらっしゃい。タヌーもいらっしゃいね。ってことですけど、ちょっとことの経緯がね、いろいろあるので、そのご説明の方をね、シャーセンも、専用、達治、トドスコいらっしゃいね。レールマンいらっしゃい。そうそう、ちょっとそれを経緯を説明したいと思います。タヌキ枠でね、説明しようと思ったんだけど、あいつらバカだからやっぱり話聞かねえからさ。ミルキいらっしゃい。話聞かないので、こちらの方でやります。はい。まあ、ことの経緯は、俺と、リカピーね、かねてから交際していたリカピーね、おととい、昨日おととい、3日前か。無にあらしゃい、死にあらしゃい。3日前に和解したっていう放送をしたんだけど、俺とリカピーでね。まあ、よりは戻ってんだよ。まあ、簡単に言うと、よりは戻ってる。そうそう。リカピーの方から容量を戻したいってことで、容量は戻ってんだよね、実は。はい。マティアスいらっしゃい。まあ、そんな感じです。で、昨日会う予定だったんだけど、友達に戻ったっていうか、まあ、交際の継続をすることになったのよ。ただ、昨日会うことになったんだけど、昨日、まあ、バックレたんだよ、簡単に言うと。カフカいらっしゃい。バックレ。寝てたらしいんだけど、まあ、昨日バックレたんだよね。青鳥、ブロック入れるよ。どうしていらっしゃい。で、まあ、それで、まあ、ちょっと言い合いというか、喧嘩になり、ふざけんじゃねえって話になったんだけど、まあ、簡単に言うと、それぐらいで怒んなよ、みたいな感じだったんだけど、いや、怒るでしょ。って話で、まあ、そんで結局俺はもうね、どうしてもリカピーのこと忘れられなくて、忘れないから、まあ、焼け酒したりとか、まあ、坊主にこうやってしたりとかね、まあいろいろやってたんだけど、そうそうそう、水沢それ関係ないでしょ、一緒にするね、関係ないでしょ、一緒にすんなよ。赤ちゃんいらっしゃい。ブロック入れるよ。そんで、まあ、今日、まあ、リカピーと話して、通話が来て、放送終了してね、すぐ通話が来たので、通話で話して、また会うことになったので、まあ、その会うことができるのならば、まあ、結果、会うことができるならば、まあ、相手のことを少し信用しようかなということになりました。まあ、そんな感じです。ミッキーいらっしゃい。まあ、応援してください。応援つか見守ってください。妖怪くせ者いらっしゃい。野望いらっしゃい。まあ、応援して。応援っていうかさ、まあ、見守ってよ。俺ら別に放送で別にこういうことやりたいわけじゃないし、あれだから。俺はまあ、ね、今回やったのは、ね、もう、吹っ切りたかったからだけど、そんなもんす。スケートをしたのは、知ってる、放送を見てたから、後期いらっしゃい。放送を見てたから、放送を見ててやめてくれって LINE 来てたから、そうそう、知ってる、スケートでしたの。だ本人もわかんない。今見てるかもしれないし。あれだけど。知ってるよ。まあそんな感じですか。はい。天国になりましたね。まだわかんない。ショックにいらっしゃい。ジャックナイフ、ジャックナイフユートじゃないよ。メンヘラ治るのあれば。
見守ってて、俺ら真面目に交際したいので、うん、本当にリカピーから、そうそうそう、なっけ、3日前に、だから若いって言ったじゃん。その時に、いろいろ話して言いたいこと、うるせえな。お互いに言いたいこと言って、ね、その後に、まあ、デパートとか行ったんだけど、その時に、そうそう、指輪、どうしたらって言うから、指輪家を置いてあるよって言ったら、嘘だ、捨てたでしょって言うから、いや、家にあるよって。うん。したら、指輪、カバン出して、指輪自分で付け出して、まあ、薬指ね、付け出して、で、まあ、腕組んだりとかして、もう俺らカップルじゃないですよって話をしたんだけど、うん。まあ、より戻したいって、そこで、まあ、よりを戻したいっていう、私はより戻したいんだっていう話になって、うん。そうそう、本当大丈夫なのっていう。そうそう、でまあよりを戻したんだ。ただみんなにはね、和解したって、ただ友達関係に戻ってネット上の人間になるっていうことにしようっていう風になったから、まあそういう風に発表したんだけど、まあ俺は正直それよりも、まあみんなに素直に言った方がいいなと思ったんで、うん、まあそんな感じです、うん、まあそんな感じ、うん、ですかね。やっぱあれだな、匿名でコメント打ってるやつって分かるな。味噌パンいらっしゃい、いいっすか。タヌキでアンチコメント打ってるやつ分かるな、今のコメント見てりゃ。なんか分かるよ、うん、お前ら放送終了後ブロック入れるから、以上、うん、タコスケいらっしゃい。天空いらっしゃい。分かったな、うん、変な奴らのコメントって分かるから、うん、あ、タヌキでも打ってるようなコメントだなと思ったから、うん、ブロック入れるから、以上、わかるだろう、自分らで。なんだよな、違うんだよ、リカピーからね、言うとヤッホーって来たから、言うとヤッホーって来たの、LINE がね。言うと誰だと思って、こいつ違う男いるなと思った。ってマジで。違う男いるなと思って、ん言うとって言ったら、言うとに見えたからって言うと、うん、ジャックナイフ言うとか、だよ、わかるって言うから、ジャックナイフ言うとね、あ、それなら別にいいです。ジャックナイフ言うとね、
別にそれだったらいいんだけど、